それではナレーションの方をやっていきます。今回は10階建てのビルの各フロアの尿石除去の動画となります。5日の作業工程を組んでおり、洗浄車2台同時に2班で作業していきます。今回使う道具は排水管の口径に合った内視鏡をそれぞれ使います。あと本日の主役マットサイクロン、やっぱりこれがないと作業が進まないですね。まず最初に歩く動線を汚さないようにブルーシートでしっかり養生していきます。養生をしっかりすることで最後の掃除が楽になるので、この養生は大事ですね。それでは小便器を外して作業開始です。本当は下の階から作業するんですが、今日は9階から作業します。それには理由があって、最近8階に漏水があり、それがすごいおしっこ臭いそうで、おそらく小便器の排水が漏れてるんじゃないかということで9階からの作業となりました。パネルを外してみるとやっぱり漏れてましたね。少し見づらいんですけど、下の方が濡れているのが分かりますかね。でどこで漏れているか確認してたらすぐ分かりました。なんとゴムジョイントが裂けてそこから漏れてました。8階の漏水の原因はこれが原因ですね。ゴムジョイントを外すんですけど、外した時に水がこぼれないように下にタオルを引きます。それではゴムジョイントを外していきます。やっぱり30年もんなのでなんか硬そうですよね。1つのフロアに2つゴムジョイントがあるので2つも外していきます。今見えてる方は縦管に近く尿石がびっしりでした。こんな感じですね。こんな感じですね。外したゴムジョイントを見てみると目いっぱい詰まってます。すごいですね。これじゃ全然流れないですよね。反対側もこんな感じです。次はちょっと配管の方を見てみます。笑っちゃうほど尿石が塞がっています。作業前の管内の状況を確認します。奥に行くにつれて尿石がすごくなっていくのが分かります。ここら辺はもう水が溜まってしまってますね。ここから先は小さな隙間しか空いてなくて、もっと奥に行くともう完全に塞がっちゃってる状態ですね。ここでマットサイクロンの登場で、比較的尿石がついてない配管からマットサイクロンで砕いていきます。反対側に掃除口がついているので内視鏡を見ながら作業していきます。館内の映像なのですが、こんな感じで尿石を砕いていきます。薬品のせいか、砕けば砕くほどドロドロになっていきます。砕く距離は短いんですけども、やはりなかなか手強い。さすが30年もの尿石って感じです。しばらくやっているとあらかた取れてきました。こんな感じで取れてきますね。
少しずつは砕けていくんですけども、やっぱりびっちりついてる尿石だとマトサイクロンでも進んでいかないんですよね。結構手こずってずっとやってるんですけども、時間がかかるので、ちょっとこれから道具を変えて電動トーラーに切り替えていきたいと思います。こんな感じで少しずつ砕いていきます。すごく地味な作業です。今回のご依頼の経緯を話しますと、 YouTube で尿石除去の動画を見ていただき、ご依頼いただきました。建物が大きいので現場調査もさせていただいてお見積もりをしております。最近は少しずつなんですけど、 YouTube からのお客様も増えていただき、本当に嬉しく思っております。尿石などでお困りの方いらっしゃいましたら、ご連絡お待ちしております。砕くこと1時間、ようやく高圧ホースが入る穴が開いたので洗浄していきます。この先の配管が動画では見えないんですけど、曲がりがきつく少し苦戦してますね。それでは作戦を変えて、ノズルセットの中からチェーンノズルをチョイスします。このノズルも結構強力で、チェーンが回転して尿石を砕いていくノズルです。マットサイクロンの高圧洗浄版っていったとこですかね。やっぱり管の先が尿石で細くなっているので、うまくノズルが回転しないみたいですね。いろいろやったんですけど、やっぱりすごい時間かかるので、お客様に確認して排水管の一部をやり替えることにしました。運よく近くに材料屋さんがあったので、材料を調達してやり替えます。今これはサンダーで配管を切断しているところですね。あらかた切れたらセーパーソーで切っていきます。なかなか切れないなと思ったら、尿石も切ってるのでやっぱ切れが悪かったですね。切った断面はこんな感じ、本当に綺麗な尿石の断面です。トーラーと高圧じゃ終わんなかったですね。配管もびっしりです。切った配管もこんな感じですね。上にちょっとだけ穴開いてますね。これで流れてたんですかね。マイナスドライバーで砕いていきます。ハンマーで叩かないと崩れないほど、本当に尿石とはよく言ったものですね。本当にもう石みたいですね。人間からこれが出るんだから本当にすごいですよね。いつも思います。この大物を取ると、もうどんどん崩れてきましたね。これで縦管の合流部の尿石は取れました。こんな感じで綺麗になりました。あとは管を復旧していきます。ゴムジョイントを2箇所交換して、縦管の合流部も配管し直しました。今後小便器を外さなくても洗浄できるように掃除口もつけました。それでは作業後の管内を見ていきます。ここら辺はドロドロした尿石がすごいあったところなんですけども、綺麗さっぱり取れております。小便器の合流部、ここも尿石がすごかったところなんですけど、ここも取り残しなく取れてるのが分かります。
で、ここはゴムジョイントの部分ですね。ゴムジョイントの中はこんな感じに見えます。立て管までの尿石はすべて取り除きましたので、これで球回の作業は終わりとなります。約ここまでかかった時間は7時間ぐらい、結構いい時間かかりましたね。次は同時並行していた立て管の尿石事故を除去をご覧ください。これは立て管の作業前の状況なんですけども、コーティングのようにきれいに尿石が管を付着してますね。で、これは6階から2階までの立て管となります。やはり基本は下からやっていくのが基本なので、下の階からやってます。またまたマットサイクロンの登場です。立て管は100パイなので、口径に合ったチェーンを使っています。マットサイクロンは内視鏡を見ながらできるので、作業が本当早いんですよ。これ何回も言ってるんですけど、本当に早いんです。どんどん剥がれていくのが分かると思います。で、こうやって見ながらできるんでいいですよね。高圧洗浄ではこうはいかないんですよ。この立て管は B2 にある汚水槽につながってるんですけど、そこに大量の尿石を落とすとポンプがそれを噛んでしまい壊れる可能性があるので、2階の立て管を途中で切ってバイパスを作って大きなバケツで受け取ります。こんな感じですね。で、マットサイクロンなので尿石は結構粉が細かく砕けてるんですけども、こんな感じで受けてます。で、排水、上から流れてくる排水は水中ポンプを使って近くの大便器で流しております。立て管の作業後はこんな感じです。もう本当に綺麗に剥がれて良かったです。ただ今日1日目なので、あと4日間同様の作業を続けていきます。回収した尿石はゴミ袋2袋になりました。